とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はモッド入れてみました。何かわけのわからないモッドだったんだけども、とりあえず入れてみたところ、こんな感じになりました。ここ、キャンプです。キャンプが、なんか変なのに変わったんだよね。ブロックが空中に浮いてる。あ、ブロックだけじゃないね。うん、水やら羊羹、あ、羊羹じゃない、溶岩だね。が浮いてるね。で、木、石。なんだこれ。なんだろうね。あ、あれかな、ダンジョンズの世界にあるブロックが全部ここに並んでるっていうことかな。線路でしょ。で、これ、ベッド？ベッドかな？で、こういう風にあって、これ何があんの？これ何があるんだ？あ、TNT がある。ショップとか何もないのかい？これ。先行っても。あー、はいはい。スポナーだよね。スポナーと松明？で、本棚。ん？なんだろうね。釜とかあったっけ？あ、あれか。家の中にあるか。あったか。作業台も家の中にあったか。この光るブロックなんだろうね。先に進んでいきましょう。これ先。ずっとあるのか？わかりませんね。まあまあ、行きましょう。ずっとブロックが並んでるだけ。あ、竹だね。並んでるだけですね。かぼちゃか。はい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 。あ、で、スイッチ。え？スイッチなんてこの世界あったっけ？あったか。トロッコの近くにあったりする？なんか見たことないようなやつもいくつかありますけど、なんだこのサイコロみたいなやつ。これは初めて見るかな。いや、多分どっか、ネザーがどっかにあったりするんじゃないですか？んで、あ、エンチャントテーブルだ。と、これが、なんだっけ？これ農作業の時使うやつだな。こんなの、エンチャントテーブルってこの世界あった？わかんない。んで、まだ先がありますね。やっぱりずっと、ブロックやらなんやらが並んでます。ショップがない。お店がどこにもなくなってるし、地図もなくなってる。これ先までだいぶ遠いね。うん、ずっとこの世界のブロックがずっと並んでるだけですね。あ、何もなくなった。何もなくなったぞ。ショップも何もないですね。あー、またブロックが出てきた。こんな青いやつとかあった？初めて見るやつがあるな。この緑もなんだ。あー、で、やっぱり、あれあれ、世界の端っこまで来ましたね。あ、また元に戻った。なんだこれ。なんだこのモッドは。今日はですね、なんか変なモッド入れてみましたら、キャンプがこんな風に変わりました。いや、別に何にもない。ただただブロックとかが並んでるだけの、キャンプに変更されましたね。ショップも何もありません。うん。いや、これは何がしたかったのか。まあまあ、多分、この世界のブロックを全部並べてみようみたいな、そういう感じなんでしょうね。うん。いや、あまり意味はなかったんですけども。うん。エンチャントテーブルどこにあるんだろうな、ぐらい。それは思いましたね。
別に何もありません。アイテムが落ちてるとかそういうのも何もないモッドでした。なんだこれ。いやもうやらないから。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。なんじゃこりゃ。